カルロバツ、カルロバツ、クロアチア語、カルロバツ、ドイツ語、カールストット、または、カールシュタット、ハンガリー語、キャロリバローズは、クロアチア、カルロバツ軍の都市、ザクレブイコール、リエカ高速道と、鉄道途上にあり、ザクレブの南西 56km、リエカから 130km 離れている。カルロバツは、オスマン帝国侵攻に対して新生ローマ帝国が、 南部の防御を強化するために1579年に作った、クパ川とコラナ川の合流地点にあたるドゥボバツ、近くのズリンスキュケの所要、6つの点を持つ星型の要塞を建てたのである。市は後に拡大し、都市部は群れずに佐川とドブラ川に遠くないところに到達した。独特の星型要塞はカルロバツ周辺で今も見ることができる。最初は、 1579年7月13日に始まった市建設を命じたインナーエスターライヒコカール2世、新世、ローマ皇帝フェルディナント1世の三男にちなみ、カールシュタット、カールストット、カールュタット、カールシュタットなど、ドイツ語でカールの街を意味すると呼ばれていた。市の建築家はマティア・ガンボンである。市最初の教会である三位一体教会は、 1580年に中央広場に建てられたが、死にあったすべての建物は1594年の大火で焼け落ちた。オスマン帝国軍は七度もカールシュタットを包囲し、最後に当たる1672年の包囲戦でも占領に失敗している。1773年のペスト大流行でカールシュタットは当時の人口のほぼ半分を失った。 ハプスブルク君主国の軍事編境地として、カールシュタットは反逆者の処刑の地としてよく知られていた。ダルマチア沿岸部の死にトリ出出身のウス国、トルコと戦った、クロアチア人兵の反乱指導者、イヴァン・ブラトコビチはここで1612年7月3日に処刑された。彼の率いる勢力は、アドリア海でベネツィア戦を襲って海賊行為を行い、一方で、 オスマン帝国の治める内地を荒らし回って、ハプスブルク家を南極に陥れたのである。1617年に、マドリードの和平が締結され、スペインとハプスブルク帝国の間の戦争が終わるに、伴い、条約に従って、ウス国の一族らは、シニ要塞から強制的に排除され、カールシュタット近郊のジュムベラク丘陵、ザンバークなど内地へ解散させられた。同時に、要塞は、 死人口の拡大で手狭になっていき、軍政国境地帯政府は、さらなる死の拡張を許すことができなかった。1693年12月6日、死は一部制限のある、自治政府設置を認められた。女帝マリア・テレジアは、クロアチア内閣からの長い力説の後、カールシュタットとリエカを1776年8月9日に、クロアチア王国直轄領へ復帰させた。 皇帝ヨーゼフ2世は1781年に公式の特権を持つ自由都市として再度是認し市民に市の拡張を許可した。パンノーニア平原からアドリア海沿岸へ至る軌道の交差路として潜在的能力を開拓しようとしのである。18世紀と19世紀、クパカワ沿いの水路と沿岸への道路の発展の結果、町は繁栄した。 町の運命は20世紀に入って衰え、最近復興してきている。1991年から1995年のクロアチア紛争でカルロバツはひどい損害を受けた。市の南部はクロアチア政府とクライナセルビア人共和国との前線地帯に近かった。近隣自治体も砲撃に遭い、カルロバツ中心部の多くの建物が損害を受けた。 カルロバツの現在の主要産業は、ビール醸造である。カルロバチュカッピボバラの製造するカルロバチュコブランドが知られる。カルロバツは、国内では、グラドパルコバ、グラッドパークバ、公立公園の都市、グラドナチェティリリーエケ、グラッドエヌエサティエリリージェク、四つの川の上に立った都市として知られてき、ムレズニツァ川、コラナ川、クパ川が、市一帯を流れ、 市中心部から数キロ外側には、ドブラ川が流れ、多くの緑地帯を持つためである。これらの故障は、今や忘れ去られたが、自然の美しさは健在である。市建設400周年を記念して制作された、ベリコ・ブライッチによる1979年のドキュメンタリー映画は、市中心部のコラ流しで、日光浴をする人々を映し出している。公園内で見られる、 稀な種類の木は胃腸である。小学校の生徒が海から持ち帰ったものである。公園のほとんどは古い軍事砦で周辺の残豪を掘った場所に作られた。かつて残豪には荒島あるトルコ軍から防御する小巡種が加えられたように水で満たされていた。市中心部の一部は今もナツ、サニック、残酷と呼ばれ、歴史地区の古い六角形設計が保存されている。 2001年の調査によると人口におけるクロアチア人の割合は85.86%セルビア人は8.55%アルバニア人0.31%ボシュニャク人0.52%マケドニア人0.12%モンテネグロ人0.10%であった宗教人口は82.83%がカトリック教会 7.43%が、正教会、1.10%が、ムスリム、0.16%が、キリシャ正教会であったカルロバツの人口は、1991年から1995年まで、続いたクロアチア紛争から大きく変化した。多くのセルビア系市民は街を出て行き、代わって、クロアチアの予想を追われてきた人々が移り住んだ。同様に、ボスニアに住んでいた。 クロアチア人も多数移住してきた。カルロバツを去っていった移民は、主としてセルビア、スルプスカ共和国、西欧諸国、北米、オーストラリアへ向かった。カルロバツ氏は、クロアチア独立戦争時のクロアチア兵と、クロアチア独立国軍のナチス協力者に捧げられた記念地を抱える。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。